ったかな。ついに勝った。今回はお嬢様がフェスですね。昨夜もね。むう。何よ、何か文句あるの？そもそも2対1なんてずるい。勝負が始まる前にそれを言ってたなら考えたかもしれないけど、フラン、あなた投票会の時、2対1でも負ける気がしない？とか言ってたじゃない。う、確かにそれはそうだけど。だからダメよ。わかったわお姉様。今回はお姉様たちがフェスでいいわ。ふふ、それじゃあ早速やっていくわよ。久しぶりのフェス。最初はどっちがやるの？私からよ。チャレンジャーパワー推定1770。って相手もチャレンジャーじゃん。本当ね。それでは試合開始。ふふ、私にチャレンジャーの中のチャレンジャーになれと。何意味わかんないこと言ってるの。マップはガンザでヤバい音楽堂です。っていうかこのマップいつの間にかちょっと変わってる気がする。そうかな。お嬢様が使ってる武器はスプラシューターですね。久しぶりな気がする。あ、こちらに敵が。バッチリ見えてるわ。バッチリ見えてるくせに倒せてないよお姉様。今から倒すのよ。お嬢様、倒されております。そ、下に行ったのは握手だったね。相手もスプラシューターだったか。いきなりやられてしまいましたね。何笑顔で言ってるのよ。中央は完全に敵に取られちゃってるね。お嬢様チームにピンチマークが。まあここから巻き返すから大丈夫よ。お姉様にできるかな。やるよ。お嬢様は右サイドから行くみたいですね。む、下に敵の気配がするわ。ボールドの敵がいるね。自分の陣地に帰れると思わない方がいいわよ。お嬢様が後ろから。ものすごいグレグレだ。か、風が問題なしよ。味方の雨が降っていますね。うん、何あれ。敵のスーパーチャッチだね。一体誰の許可を得てそこで暴れてるのかしら。今の敵はこっちから出てくるはず。あ、いいタイミングで。実は帰らせないわ。ここはしっかり倒したね。正面にマネーバーだ。それに私の距離よ。ここも倒してダブルキルだ。このまま一気に見るわよ。これならかなり押し返せそう。味方の前線も上がってきてるね。さて、敵はどこから来るかしらね。もうそろそろ復活してくるかと。すでにお姉様の後ろに。適当なことを言うのやめなさいフラン。そしてお前は飛べ。近くにいた敵をお嬢様、スーパーチャッチで倒します。まだ正面から来てるよお姉様。スーパーチャッチはやらせないわよ。ただ前面に倒しましたね。これはさらにお姉様チームに無理か。こっちに敵はいるかしら。うん、見えないですね。それじゃあこっちには、なんか、いそうな気配がします。私は上から。どうやら味方が倒しちゃったみたいお姉様。そう、残念ね。お嬢様、味方が近くでやられて。左上、もう下に降りたか。敵の姿は見えないけどね。く、まだ上にいたか。ここはお嬢様ギリギリで避けています。上にスパッタリーの敵だね。いつまでも上から撃てると思わない方がいいわよ。あ、これは入れ違い。ローラーがそのまま押し潰した。はぁ、また倒せなかったわ。次近くに敵が。ちょうどいいわね。体力ギリギリで打ち勝ったのはお姉様。お嬢様、わかってるわ。まだ近くに2人いるわね。あ、スライドでこっちに。残念、見えてる。ナイスキルです、お嬢様。これで敵がまた3落ち。常に人数差が生まれてる状況ね。お姉様チームが有利な人数状況にね。残り時間1分です。このまま最後まで攻め続けるわ。それが難しいのよお姉様。まあ見てればわかるわ。一人敵が入り込んできて。すぐに味方が倒したね。私はいらなかったか。前の敵、スライドでお嬢様の攻撃を。結構避けてるね。だけどないのには、しっかり詰めて倒しました。お姉様、上に敵。ここら辺、降りてきました。しまった、周りが敵のインクで。お姉様スーパーチャッチを発動する前に倒される。ボールドマーカー、やっぱり早いわね。お嬢様、味方陣地に一人敵が。まずいわね。味方が後ろから一人やられてるね。スーパージャンプしようと思ったけど、やめるわ。っていうかあの敵今上に登ったわね。どうするのお姉様。もちろん倒すに決まってるじゃない。相手が上から打ち下ろしてるところを来たから。ちょうど敵からは見えない位置だったかな。まあこれで裏からの脅威はなくなったでしょう。前では味方がスーパーチャッチの敵を倒してますね。さっきから敵チームにピンチマーク出てるし、勝ったかな。おっと、敵のスーパーチャッチ、追撃してきてます。あのや、吹っ飛べー。あ、本当に敵が吹っ飛んだ。お嬢様、正面にマネーバーの敵です。ブレブレです、お嬢様。うるさいわね。さっきも言ったけど倒したら問題ないのよ。お姉様ギリギリの勝利。というかもう時間がありません。ここでフィニッシュ。さあ、結果は、まずは上から見たガンガゼ野外音楽堂です。まあだけどこれは圧倒的に。ほとんどのインクが、私の勝ちよ。勝利おめでとうございますお嬢様。やっぱりフェスの初戦は勝たないとね。まあどっちともチャレンジャーチームなんだけどね。それではリザルト画面です。よっと。うわ、意外と倒してる。意外とって何よ。だって意外だったんだもん。それでは次の試合に。次の試合は昨夜なんだけどね。あ、そうでした。マップはザトーマーケットだね。昨夜チームの推定チャレンジャーパワーは2060ね。相手の推定チャンピオンパワーも2060。今回はちゃんとチャンピオンと挑戦者で分かれたわね。それじゃあ試合開始。それでは、王者を借りに行きますか。やっぱりここも薄暗いのね。フェスだからね。昨夜まずは右サイドに。まずはここら辺を塗っていこうかしら。武器はさっきと変わって、ボールドマーカー。まだ近くに敵の姿は見えないわね。向こう側に牽制のカーリングゴムを。もしかしてそのままカーリングゴムに乗って突っ込む。突っ込みませんお嬢様。相手のマルチミサイル乗ってるからね。まずはこれを振り払ってから。落ちたわね。うん、向こう側に敵がかなりいるみたいね。カーリングゴムを投げる昨夜。インク補充インク補充。さらに味方はジェットパック中と。あ、昨夜上に登るみたいね。ここにいるのは分かってるわ。一気に距離を詰めて敵を倒したわね。相手のブラスターダウン。昨夜そのまま前進。ね、ここね、ちょっと失礼します。昨夜のスーパーチャッチで敵が吹っ飛ぶ。昨夜の前進が止まらないわね。敵チームにピンチマークが。さて、逃げ切れるでしょうかね。今インクの睨みが。一瞬の睨みも見逃さない昨夜。だけどこれは後ろから。うん、逃げ切れませんでしたか。ちょっとだけ遅かったわね。まあでも十分荒らしたと思うけどね。いきなり敵チームにピンチマークついてるからね。味方も押してくれてるようです。ほとんど昨夜チームの色ね。これならとんでも問題ないでしょう。昨夜スーパージャンプ。
を投げてと。敵のカーリングボムもこっち来たね。カーリングボムとカーリングボムってぶつかるのかしら。さあ、どうなんでしょうかね。そんなの試したこともないし、そんな状況にもなったことないね。と、ここに敵がいるのは分かってるわ。逃さないでしっかり倒したわね。そのまま昨夜は右サイドに。カーリングボムだけの後かしら。敵は入ってきてないみたいだし、そうなんじゃない。マルチミサイルが降ってくるよ。一旦捕まえと、ですね。もう終わったわよ。今度は逆のサイドに行ってみましょうかね。左ってこと。はい、そうです。こっちもほとんど塗ってあるわね。来る意味はありませんでしたか。あ、でもまだここ塗ってませんね。確実に敵の勝つ確率を下げていく策や。まあでももう敵のピンチマークは消えたみたいだけどね。あれ、いつの間に。確かにここら辺結構塗られてるような。しまった、カーリングボムピッカー。昨夜緊急回避のスーパーキャッチ。あ、あと少しであのボムの大群にやられるところでした。当たってたら逆に面白かったかもしれないのに。ただ爆発するだけですよ、妹様。そうかな。味方のインクアーマーが昨夜についてるわね。と帰ったら切れたわ。ここの敵は味方が倒したみたいね。あ、正面にブラスターの敵。ここまでボムが飛んできたらさすがに近づけない。というか、いつの間にこんなに後ろを随分に慣れてるわね。残り時間あと1分。味方が近くに来たりか。ここは味方に任せて、私は中央に。敵はピンチマークついたり消えたりだから、昨夜チームが押してるっていうのは間違いないわね。急に目の前に。昨夜一瞬ビビって後ろに下がる。ビビってなどいません。あ、確かに敵がうまく逃げたわね。後ろから来てた敵を切る。ナイスキル、ありがとうございます。お嬢様、カーリングボムを投げてと。いるね、左側に敵が。あれはスピナーの敵ね。おっと、昨夜が突っ込む。そこからのスーパーキャッチが当たらなかった。あ、向こう側に逃げたよ。それでは追っていきましょう。いや、これはどうかした。逆に追われてますね。あ、本当だ。これは相打ちだ。普通に勝てると思っていたのですが。ゴールドマーカー同士で相打ちだったね。残り時間は約20秒。マップの状況は圧倒的昨夜チーム有利。いや、これは右サイドに敵が侵入してるわね。多分数は一人でしょうけど、倒しておいた方がいい気がします。スピナーの敵がいた。それ以上そこは濡らせない。顔から忍び寄って相手を倒したわね。ナイスキル昨夜。あり、まず敵が昨夜に断してやられる。敵はもう一人近づいてたってことね。むん、左サイドも今濡られてる。でももう時間切れよ。ここでフィニッシュ。最後はやられたままで終わってしまいましたか。結果発表ね。まずは上から見た、ザトーマーケット。まあ最後バッチリ左サイドは塗られたみたいだけど、それ以外の場所はほとんど昨夜チーム。勝ちました。結果を見れば圧勝ね。まあそこから敵が逆転するのは、結構厳しかっただろうからね。それじゃあリザルトよ。今回はこんな感じ。少し、やられましたね。それじゃあ最後の試合よ。最後は別光霊のミステリーゾーン。最後はお嬢様が。推定チャレンジャーパワー2150。相手は2080チャレンジャーパワーです。でまたお姉様チャレンジャー同士。他のチャレンジャーを倒して私が王者になるということか。ごめん、全く意味わかんない。これは私のものだ。お嬢様、そんなに必死にならなくても。っていうかこれは、たこ焼き。たこ焼き、何言ってるのフラン。あ、ごめん間違えた。何をどう間違えたらこれがたこ焼きになるのよ。危ない、小石ちゃんをダウンするところだった。しかしこれは何ですかお嬢様。あの中に入ったらインクの大砲が撃てるのよ。まあ自分のインクを消費するんだけど。強いのですか。まともに使ったことないからわからないわ。なんだそれ。まあちょっと待ちなさい。この敵を倒してから。逃げたね。逃げましたね。いやー、実は今回ミステリーゾーンほとんど当たらなくてね。今テストイント98だけど、これまだミステリーゾーン3回目くらいよ。それは確かに少ないね。あれ、今は当たってなかった。なるほど、この中にいても攻撃されればやられてしまうのですね。じゃあ中央に設置してある砲台なんて乗れないんじゃ。横通してないと、乗るのは危ないでしょうね。まあ私は乗るけど。そうやってやられるんだね。次はやられないわよ。じゃあ8時。これはまた中央近くに。あいつはロボットゴムの範囲に入った。くるくる回転して逃げちゃったね。まだ回ってましたよ。よし、今が入るチャンス。いや、でもちょっと待てよ。入る前にちゃんと確認しないと。オッケー。お姉様サイド砲台に。あのお嬢様、攻撃されている気が。しまった、遅かった。いうの遅いわ。左から敵が接近してたんだね。っていうかこの試合今のところいいとこなしよお姉様。大丈夫よ。まだ時間は半分以上あるわ。きっと挽回できるチャンスがあるはずです。あの砲台に執着しすぎなんじゃないお姉様。だってこんなギミックもうそうそうとないと思うわよ。確かにそう考えると、なんとか使いたいところか。お嬢様だったらきっと使えるはずです。今度こそ周りの確認は怠らないわ。よしオッケー、それじゃあ、うるさ。私の砲台が取られたわ。お姉様のじゃない。お嬢様、近くに敵がいます。っていうか武器が筆になってたの今気づいた。たこ焼きのインパクトが大きかった。もう、それ言わないでよお姉様。いやあまりに唐突なたこ焼きだったから。っていうかもうあの名前たこ焼きでよくない。全然よくない。タコの代わりに人間でも詰めておきますか。それはいいわね。もう、でも人間を詰めたら、たこ焼きじゃなくて人間焼きになるわね。人間焼きってなんでしょう。さあ、お姉様を詰めてあげようか。はいはい、悪かったわよ。もういらないわ。ちょうどここで爆発するようにカーリングゴムを。より強制すごいですね。よし今度こそ。いや、近くに敵いないみたいお姉様。お嬢様、もうあと時間が1分しかございません。左の砲台に敵が乗ってる。これって向こうに届くのかしらね。っていうか体力がまずい。あと一歩付き合っていたらやられていましたね。危ないわね。今どっちが勝ってるんだろう。微妙な感じですね。ほっと敵が。あ、もう一人いる。微妙な距離だったけど、勝ったわ。ナイスキルですお嬢様。ここでお姉様のダブルキル。よし、今度こそ乗れるわね。あ、味方のキャッチ君が。お姉様、一
近くに敵。なんで私が乗る先に。あ、でももう倒したみたいです。しかも今ちょうどいい位置に敵が。ここかな。当たってないです。じゃあここよ。あ、ついに当たった。砲台での着地です。今後ろから敵のインフが来た気がするわ。で、スーパー着地。ギリギリ直撃は避けれたみたい。逃げられる。味方がしっかりカバーしていました。ナイス味方。お姉様、もう味方使ってるよ。逆に行き、私ジェットパックあるから。お嬢様がジェットパックで空を飛びます。あ、あそこに敵が見えたね。あ、まずい、全然わからない。時間切れに救われたね。残り時間はあと6秒です。よし、最後に砲台で暴れて終わりよ。お姉様、最後まで暴れられず。これ、使うの難しいわね。今頃ここでフィニッシュです。試合全然気にしてなかったけど、どうなったかな。少しは気にして、まずは上から見たミステリーゾーンだよ。お、これは。お姉様以外はちゃんとやってたみたいね。確かに私は今回何もやらなかった。堂々と言うな。でも私のチームの勝利。おめでとうございますお嬢様。それじゃあ今回最後のリザルト画面だよ。最後はこんな感じになりました。うん、まああれね、みんな、私たちに投票してくれてありがとう。幸運に話題切り替えたな。久しぶりのフェス、楽しかったわ。それじゃあ私はこれで帰る。じゃあね。はっや、次のフェスは私に投票してよね。バイバイ。皆様投票ありがとうございました。お嬢様が久しぶりに勝ててよかったです。またいろいろあると思いますので、その時もよろしくお願いします。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。